今日はタピオカミルクティーを作っていきたいと思います。材料はご覧の通りです。材料はインスタントタピオカ、粉末黒糖、ミルクティーです。分量はどれも適量で作っていきたいと思います。まずはお湯を沸騰させます。沸騰してきたのでタピオカを適量入れていきます。タピオカを入れました。30秒加熱します。はい、加熱できたのでザルにあげていきます。はい、ザルにあげました。次は黒糖タピオカを作っていくのでそちらの準備をしていきます。タピオカを鍋に戻してこちらに粉末黒糖を入れていきます。粉末黒糖を入れました。こちらを弱火で加熱していきます。とろみが出るまでしっかりと黒糖を絡めていきます。黒糖タピオカ完成しました。こちらを容器に移していきます。容器はダイソーで購入しました。こちらをスプーンで瓶に入れていきます。こんな感じで瓶の周りにしっかりと蜜をつけられたら少し冷まします。あまりにも熱かったため少し冷凍庫で冷やしました。こちらにミルクティーを入れていきます。はい、黒糖タピオカミルクティーの出来上がりです。簡単なのでぜひ作ってみてください。この動画が少しでも良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。